平岡直人は日本のゲームクリエイター。株式会社アトラス取締役兼、コンシューマーソフトウェア局局長。平岡直人2002年1月にアトラスに入社。入社後は、新、女神転生3、ノクターン、ペルソナ3、ペルソナ4などのプロジェクトマネージャーを務めた。2008年5月にアトラス CS 開発部開発グループマネージャーに就任。 2009年12月にアトラス CS 事業部副事業部長に就任。2010年11月にアトラス u s a イ Inc。取締役に就任。同年12月にインデックス執行役員兼コンシューマソフトウェア局局長に就任。2011年11月にインデックス取締役執行役員兼コンシューマソフトウェア局局長に就任。 2012年8月にインデックスデジタルメディアインク代表取締役に就任。2013年6月にインデックスが民事再生手続きを申請し、セガにインデックスの事業が譲渡されるのに伴い、2013年10月31日付でインデックス取締役執行役員兼コンシューマーソフトウェア局局長を退任したと同時にインデックスを退社。 同年11月1日に、セガの子会社であるアトラスに入社し、取締役兼、コンシューマソフトウェア局局長に就任。以降は、アトラスのコンシューマ事業を統括している。アトラス取締役、平岡市に聞く、オーディンスフィア・レイブスラシールの開発経緯。そして押し切り連、スケ氏の描き下ろしイラストも、特集第4回。 プレイステーションブログハット AB2012 年8月9日、証券報告書インデックス P4G がいよいよ発売。アトラス、平岡直人インタビュー、ゲームメーカー新時代戦略、ファミツー .com2012 年6月13日、当社市会社の事業譲り受けに関する、お知らせセガプレスリリース2013年11月1日。ありがとうございます。